はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。近藤辰彦様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。池袋で前ですね、 NHK でもやった時は参加していただいたんですけど、近藤さんね、次の池袋で予定している10月1日の外国人実習制度廃止デモは来てくれんのかな。アンニアの来てくれと言っておりますけれども、昨日はなんか目つっついちゃってひどい目遭いましたけれども、今日もまだ調子が悪いであります。打撲みたいなってね、目やると鼻水もダバダバ出て、涙もダバダバ出て、よだれもダバダバ出まして、どんな豪傑でもダメですね、目やられるとね。ヤフー顧客情報756万件を利用者に無断で韓国ネイバー社に提供を、どういう会社なんですかね。やっぱり韓国のヤフーみたいな、とこなんですかね。ネイバーニュースっていうのは聞いたことある。総務省が行政指導、今後は気をつけるようにだけで罰則なかったみたいなんですよ。なんだそれって話なんですけど、ヤフーにも総務省の官僚天下りとかしてんですかね。で全然働かないで、月500万も給料もらえるみたいな、そういう美味しい目に合わしてんでしょうかね。位置情報なんかも入ってたって、その中には世論です、ヤフーの同胞ぶりは異常、全然悪いと思ってないだろ、社長は機械人だしな、ネイバーとか久しぶりに聞いたわ、無断で他社に提供しますって規約にあったのか、行動記録までがっつりデータ収集かな、議員の行動範囲特定はまずい、ヤフコメに嫌韓の書き込みをした人の家が特定され、お得意の放火されるかもしれない。私もたまーにスマホのナビ使っちゃってましたわ。ヤフーのね。ヤフーの会員ではないんですけども、ヤフーにメアドとパスワード登録して、会員っていうかね、ヤフーオークションとか利用するときは、そういうのはあれじゃないですか。あとヤフーメールとかですか。そういうのはやってないですけど、スマホのナビはたまーに使っちゃってましたわ。記事によるとですね、位置情報も含むとあって、心配です。誘拐されたり、放火されたりするんかな。LINE 使ってる人も、常時位置情報や出入り先を韓国に捕まれてるって思っていいですね。議員とか大臣とか、大企業経営者とか、外交官でなければ、まあ一般人だと、大丈夫とは思うんですけれども、まあそういう人らはね、行った先にですね、まあ議員とか大臣ね、なぜか全裸の女性が待ち構えていて、抱きつかれて撮影されるなんてことも考えられますよね。756万件提供だって、ただかどうか知んないですけども、小遣い稼ぎにやったんだが、ヤフーの会社ぐるみなんだが、それとも社員が小遣い稼ぎにやったんだか知りませんけれども、それをですね、罰則なしに済ませる総務省も総務省だよな。個人情報保護法は企業には厳しいんじゃなかったっけな、ちょっと思いますけれども、チンタオ蘇州の日本人学校に投石、上海日本人学校児童を脅迫、北京日本大使館にレンガが投げ込まれる、完全にウィーン条約違反で、本来ならこれ防げなかった中国の警察の大恥なんですけれども、中国政府っていうか外交部、根本的に日本のせいと正当化しておりました。世論です、大使館の破壊はマジで国際問題、どんどん中国の印象が悪くなっていい傾向、これも何でもありだな、政府の指示だから強気だよね、中国は法治国家じゃないし、外務省は渡航禁止にしないのかね、自国民すら制御できないって恥ずかしくないの、制御してやらせてんだろ、今すぐ大使は引き上げてきてよ、在中邦人保護の大本営でしょ大使館って言ったら、それへの攻撃が防げないんじゃ在中邦人も守れませんよ、こんなの。第二の通襲事件が起こる恐れが高まりましたね、これ。数百名の民間日本人が通襲居留地、日本人居留地っていうとこ、襲われて、虐殺されて、懲らしめるべき、機運が高まった歴史を繰り返すんだろうか。
企業経営者はですね、取り返しがつかないことになる前に出向社員帰国させて商売畳んで撤退すべきですよ。今どんなに儲かっててもさ、伊藤忠とか日本端子とか、どうせ中国共産党がやらせてんだし、レンガ投げ込みね。次は店舗襲撃ですかね。人民の自主的な犯行って可能性は低いですよ、これ。中国人妻がいる人の話なんですけど、一般の中国人は政治や外交に全然興味ないし、考えもしない。選挙権ないからかなって言ってました。だから選挙権ないから考えてもしゃあない。なので考えもしねえって話、なので一般人民の自主的犯行の可能性は低いです。中国共産党がやらしてる可能性が大きいです。新末期大使館の安全が守らない中口実で、各国がね軍隊を駐留させて信用分割した歴史ありますけど、戦争前夜の雰囲気がもりもり盛り上がりますね。危ねえし、もう日本政府は大使館閉鎖して大使帰国させれば、正当化してんだからさ、大使館を襲撃することを正当化してんだからさ、悪いと思ってねえし、今後もやられる恐れありますからね。今帰ってこねば、そのうち帰ってこれんくなるんじゃないか思いますけど、戦争前夜、長距離ミサイル、JASSMER 長いを日本に売ることを米国議会が承認。152億円分。で、50発だそうでます。1発3億円。世論です。台湾有事が近いって情報をつかんだか、日本が攻撃される可能性がある行動が観測されたのだろう。12式改良型までのつなぎか、 F-15 に搭載され、将来的には F-35 に積むって。152億円って何発なんだろう。1発3億円で50発だそう。国産の開発を待つ余裕もなかったか、ガチで、緊急事態の可能性があるな。核弾頭を撃ってあのダムを狙うのはちょっと威力が足りないか。中国国内を大量の戦車が移動してるっていうね、中国旅行に行った外国人の投稿が相次いでおりました。もうな、100両とかそういったレベルで中国国内を戦車が移動している。米国は中国のなんか軍事行動の情報を得たかもしれないですね。で、同盟国の増強を急いでると。台湾侵略開始はですね、2027年が一番危ないって予測されてて、早いとこは防衛費11兆円達成して、NATO に参加せんとやばいんちゃうの。防衛費11兆円っていうのは GDP2% ぐらい防衛予算使ってない国は安保のただ乗りだから、 NATO には参加させませんっていう規則がありまして、来年7兆円後半、再来年は8兆円超ええー、っていう、予定なんですけれども、余った税収が17兆円あるそうで、それぶっ込んでね、今年のうちに NATO に参加したいな、思う心配性の私でありました。9月で打ち切る予定だったガソリン補助金、なんかかんや、なんやかんやグダグダの末、まあ批判されて、年末まで延長すると発表。死んでも減税したくない増税メガネ、石油元売りを声を太らせることを選択したみたいであります。世論です。よろしいならば増税だ。今日は184円だったな、レギュラー。高いな。レギュラー170円台でも高いんだが、トリガー条項はどうした。ガソリン元売りが儲けるだけやん。企業に補助金出すぐらいなら最初からガソリン税金取らない方が早くない。延長したところで価格が下がる展望でもあるの。元売りに補助金出したら価格競争なくなんだろう。石油元売りは軒並み過去最高益を記録しております。株買ってた人はいいかもしんねえな、これ。補助金もらってもそれ懐に入れるだけで値下げしてないよ。過去最高益になるわけないじゃん、出なければ。補助金全部値下げ分に使ってたら、前年度と同じなんだ。トリガー条項はどうした。非難合法、それでも死んでも減税しないという意気やよし。良くないんですけどね。
財務省にはですね、1円でも減税したら憤怒で死亡するやついっぱいいるんでしょうね、知らんけど、電気とガスにも補助金出していました、これ知りませんでした、それも年末まで延長すると発表になっておりました。まあガソリンと一緒でですね、年末過ぎたら高騰が収拾する見込み全然ないんですけどね。またあの年末近くなったら延長ってなんのかな。世論です。プロパンガスだけど今月2200円引きだった、電気もガスも年始に必要なんじゃない。冬場一番暖房代かかるんだから、せめて来年4月までやってよ、減税しろ定期と、補助金出すより再エネ賦課金つうわけが上がらない徴収やめてもらいたいなぁ、技術更新で画期的なソーラーパネルでも発明されない限りですね、再エネの普及なんて誰も望んでないんじゃないの、燃えたら消せねえし、近寄れないし、燃えてる間も発電してっからなんかあの近寄れないみたいですね。燃え尽きるまで見てるしかないって話、排気が環境破壊だし、ウイグル人の奴隷労働で作られてて、中国共産党をですね儲けさしてるばっかだし、ろくなことないですね。都知事選公約でソーラーパネル新規設置禁止、燃えたら消せねえし、やばいし、火事、排気が環境破壊だからって加えようと思っております。増税メガネ、ホタテ食ってください。呼びかけ。これ中国に、全面禁輸されまして、水産物。で、871億円、毎年買ってでもらったんだけど、そのうち半分ぐらいが400億円、ちょっとがホタテだったっていう話。ホタテが影響大だから。世論です。お前のせいでそんな贅沢できねえ。ホタテよりさっさと減税しろ。高いから最近魚介類食べてない。高いですよね、魚ね。鮭の塩焼きですか、塩鮭一切れ376円とかだったかな、スーパーで。とっても買えませんよ。ガソリン減税したら食ってやる。議員報酬をホタテで支給したら、やだよ、そんなの。まあ、冷凍庫って、ホタテでいくら分支給。ホタテ減税してよ。ご一緒に、ホタテいかがですか。試験ですけど、まあ、重税で生活苦しくて、そんなの買えまって意見多数であります。有権者にお願いするのが政治家じゃねえし、有権者の願いを叶えるのが政治家だし、根本的に間違ってますよね。増税メガネ。小池都知事も節水してて、お願いしてですね、もうこれ以上できねえよって評判を落としてましたけれども、ここでもやっぱ減税すると死ぬ病の増税メガネは、ホタテ業者、ホタテ漁師に補助金出す方向で検討するのかな。最終消費者のアメリカに直接売れるようになるまで、2、3年量を減らすと、ホタテ増えるんじゃなかろうか。これ中国が400億円分ぐらいホタテ買って日本から。で、それをね、加工してアメリカに売るっちゅう。そういう商売し、人民が食ってたわけじゃないっていうのが判明してまして。じゃあ、日本で加工して、アメリカに直接売ればいいんじゃねえの、いう話になってました。日本の優れたね、漁の技術、がいけないですね。北方領土海域はカニがすっごい取れるらしいんですよね。で、北海道の漁師さんは、領海ギリギリ、せめて、カニ取ってくるみたいなんですけど、もちろん、打捕されたりも したりしてるみたいなんですけど、中国大陸からの板伝は、福島市役所や市内の小中学校だけじゃなくて、全国の警察署にもあったことが判明。現在、225件が、確認されているそうであります。大使館レンガで攻撃するわ、治安の要の警察署の業務妨害するわ、これも日本国への挑戦かなーって。自分で板で命令していてですね、市役所や学校は関係ないんじゃ。世界的に評判悪くなったことに気がついた中国共産党、板で命令停止を通知。板でやめろお前ら。環球時報、極端な情緒を煽る言動を慎むように。嫌がらせ電話は日本側の自作自演だという指摘もあるし、どこにあんだって話。だって国番号86って、ちゃんと表示されてるのに、どこに指摘があんだって話なんですけど、バカなこと言ってますよね。世論です。処理水問題にでラーメン屋さんにいたねんとか全く意味がわからんわ。電話代が高くついたが、これでピタッと止まったら
やらせてたってことだな。テレビは愉快犯の仕業って矮小化しようとしていたが、86が表示されているのに日本人の自演とかバカすぎ。板伝を政府が主導してやってんの草。これで急になくなったらますます中国共産党の命令ってことに。中国共産党ね、急に弱気になってどうしても、いつもなら行き着くとこまで行って世界中から笑われるのがお約束なのにね。論より大声嫌がらせの本家の中国共産党ね、板伝のみならず Facebook やインスタにも大量の誹謗中傷してたみたいであります。メタ社、Facebook の会社メタ社、中国共産党の工作とみられるアカウント7700と大量の投稿を削除したと発表しておりました。世論です。知ってた。まあ明らかに昔からあるよな。アメリカの会社は容赦ないな。日本も真面目に取り組めや。でも入足は誤毛と罵り合うとこだから工作員丸出しが国会議員にもいるぐらいだし、日本の野党もどうにかして。全然知らなかったある。なぜか日本人まで凍結されているのが笑う。たまに簡体字で書き込んでるやついるよ。中国さんとは他国の誹謗中傷して自国が豊かになるとでも思ってるんだろうか。ドイツ紙、中国の日本非難は政治、反日主義。イタリア政府、日本の科学的で透明な処置を称賛。フランス、ルモンド、中国の非難は支離滅裂。アメリカ、長距離ミサイルを日本に売る。あと中国はバーカバーカ。こんなんあってちょっと控えようってことになったんでしょうかね。バカの中国共産党らしくないな。日本人学校や大使館への攻撃や児童への襲撃やむといいですけどね。どこの世にもバカはいっからはみ出しもっていうかね。やはり引き上げてきた方が安全では。韓国大統領、処理水を批判するような連中は1たす1を100というようなバカ。あら、中国共産党と人民を全員的に回してますけど大丈夫なんか。上海在住の人民、自宅測ったら東京の976倍の線量だったわ。ああ頭が痛い。東京が 0.1 で、0.01 かで、ここの人ん家が9.7 ぐらいあったみたいなんですけど、24時間ラドン温泉に入ってるようで健康にいいんじゃねえん。帰って、笑わせてくれる。ほんとお笑い国家。事実を知ってしなしなで草。べくれてますな。これ健在からだろ。原発廃棄物を健在に練り込んで処分。告発した人消されちゃう。なぜか放射能測定器が販売禁止に。土地バブルのとどめになるかな。建材云々の問題じゃなくて中国全体の話だっていつ気づくかな。水たまりとかやばいらしいですよ。処理水放出でこんな中国共産党にダメージ与えられるとは思ってませんでした。フンヌの人民、黄色い布で放棄してくんないかな。試しにソウルのアスファルトも測ってみて面白いからね。250基以上中国に原発あんだって。そっからの廃棄物をですね、ブロックやレンガに練り込んで知らん顔してんのかな。正規の廃棄台を猫ババするためにね、中の人が。ラドン温泉、ラジウム温泉の線量はどんぐらいか私知りませんけれども、たまに浸かるぐらいがいいのであって365日24時間被爆してんのはまずくないのかな。がん増えそうですけど、がん患者そこまで生きれないんだろうか。日本もですね、平均寿命伸びてやっとがんがその死因の一因になった。それまでは脳卒中だったみたいな話がありまして、長生き国家の病気なんですよがんって。測定器が販売禁止になるのもまあ時間の問題ですね。今出回ってる測定器も回収ってなっかもしれない。人民こぞって測り出したらですね、ヤブをつついてヘビを出すですもんね。マンションますます売れなくなって、土地バブルも崩壊してますけど、失業率も半分いってるっていうし、全然大学出ても仕事ねっていうしね。大学出れる分だけマシなご家庭なんだろうけど、多分共産党員のですね、オタクの子供が就職先ねえって言うから、まあ内部から崩壊するかもしんねえな。その前に台湾の侵略始めねえといいな、思っております。メール党員さん大募集であります。毎日届くメール、これ読むだけで
頭が良くなる、知見が得られる、そこで知ったことを知人にマウントするのは正しい、楽しい、いうようなですね、メールを、ご登録くださって日本改革党を、ご支援ください、自分にとって、党にとって都合のいいことばっかり言ってますけれども、皆様よろしくお願いします。デトックスジャパン。